開いたわけです私の一番は私の生まれ育ったこの瀬戸内海です瀬戸内海は古くから交通の要衝として栄えたばかりではなく豊かな漁場として我々の生活を豊かにしててくれています最近では取る漁業だけではなく養殖や稚魚の放流など育てる漁業も始まっており全国から注目をされています。

かけがえのない非常に重要な財産だと思います私の一番瀬戸内海をいつまでも皆さんとともに大切にしていきたいと思っています